身長はジソミア破棄回避で韓国が日本にこれだけの嫌がらせ、こっちの方がまだまあ、そうですね、はい、もうちょっとしっかりやってほしいんですよね。だからとにかくそのなんか会談してもさ、はい、すぐ国に帰って嘘を言うから困るんだよな。あれな、もう全部インターネットで公開していかないと、どうしようもないですよ、向こうで言った言わないですもん。そう言った言わないになっちゃうんだよ、はい、だからどうしようもないよこれ。だからもうよほどそうだね、はい、このように公開しながら韓国人向けに嘘ついてるじゃないですか、まず。そういやだから韓国人向けに嘘ついてる、はい、で韓国人みんな信じ込んで、そうわわやるわけでしょ。韓国大統領は今回のジソミア破棄の停止はいつでも協定の効力を終了させることができる前提のもとでのものだと発表し、あくまで主導権は自分たちにあり日本より立場は上であるとの姿勢を崩していません。はい、なぜならホワイト国から除外されたことでプライドを大きく傷つけられたからです。ソウルのデモでは参加者が経済侵略という言葉を使ったほど、その損なわれたプライドを保つための上から目線の物言いが必要なわけですと、オソンホさんが言ってます。そしてプライドにとどまらず、ホワイト国除外での韓国の国際的イメージも損なわれました。ですから来年4月の総選挙までに、ムン・ジェイン大統領としては何とかしてホワイト国に戻してほしいと考えているんです。残念でした。だけど、そもそもジーソミアは、自動的に1年間延長されたから勝手に辞めることできないんだよ、はい、いつでも破棄できると言ってるんだけど、はい、いきつでも破棄できるものではないんだよ、これはね、また騙されちゃってましたね、破棄しようと思ったらできるんだと向こうも韓国は言ってる、韓国が言ったことを僕はちょっと、いつでも強制の効力を終了させることができる、ところがこれは全然嘘で、これは陸軍大学の李相哲さんが言ってますけど、はい、1年間延長されたということは、いつでも破棄できる性質のものではない、はい、仮にその途中で破棄したら、国家間の協定を保護にするわけですから、日韓関係の破綻を確保しなければなりません。いや、でもこれ、いつもやってることじゃないですかって感じですけどね、まあ、国家間の協定をいつも保護にして、まあ、そうなんだけど破綻を招きかねないって、まあ、つまりいつでもというのは、国内外に向けた強がりのパフォーマンスです、はい、あれ、嘘と言えます、嘘なんだよ、まあ、そうですね。いやもうはい、今もう韓国ではですね、はい、そのもう反日で、がすごくてですね、日本由来語、大体日本の言葉が多いわけですよ、はい、そうですね、韓国そのまま使ってるのが、はい、それも全部やめろという運動が盛んだ、ちゃんぽんっていうのもですね、まあ、日本語だからやめろと、はい、ちゃん、それからですね、日本の国語言語生活からって、中央日報がやってるっていうのが、はい、大見出しで。ちゃんぽん以外にもうどん、おでん、わさびは日本由来語なので使う武器ではないとかね、カラオケは録音伴奏というようにしろと、はい、録音伴奏それから半場とかね、はい、現場食堂に、それからモンペはいかん、モンペは仕事用ズボン、はい、チラシもいけない、チラシは宣伝紙、分配も日本語だから、分配は各自払い、はい、で笑えるのはですね、そうなるとですね、大統領も首相も閣僚も日本由来語だから使えないと。そうですよね、うん、これはどうするんだと。明治時代にほとんど中国人も使っている言葉と、韓国が使っている言葉はほとんど明治時代に先に西洋化した日本のが造語したのをそのまま使ってますからね。だから身長は意地悪く、ムンジェイン大統領がいけないんだと、ムンジェインホニャララと呼ばざるを得ないとかそうですね、とにかくこういう反日が盛んになってる。で、じゃあ今後どうなるかというとですね、李相哲さんが言うにはですね、韓国側がこれから現実性のある妥協案を示すとも思えず、日本側も譲歩しない。そうなると韓国は別の問題を日本に仕掛けてくるはずです。うん、例えば福島第一原発の処理水の問題を再びフレームアップし、東京五輪の安全性には問題があると国際世論に向けたネガティブキャンペーンを展開する可能性は大いにある。はい、それから五輪会場に旭日旗を持ち込むのはけしからんということをもうこれまで以上に言ってくるだろう。さらに、室谷克美氏は来年の総選挙で嘘が大敗すれば、ムン大統領は支持率アップのために東京五輪のボイコットすら言い出しかねません。古社論に汚染された五輪は危ないとかね、我々は正義のために五輪を辞退するとか、そう言ってくるんじゃない、はい、だけどこういう主張を馬鹿げていると鷹をくくって放置しちゃいけません。韓国はこうした情報戦に長けていますから、これ利益そうですね、言ってるんだけど、日本は今から対応策を準備しておくべきだと思います。確かにそれはそうなんだ、はい、日本はこれまでちゃんといちいち反論してこなかったから、はい、こういうダマになっちゃったんで、そうですね、これはちゃんと反論しろと、はい、それはもう本当そうですね、
そうですね、うん、もう外務省がまあオリンピック来なきゃいい、来ないでいいんじゃないの、まあ、それは日本が相当競合してる種目で、メダルを取る確率が、そうするとまあ向こうも困るわけだから上がりますよ、うん、はい、特に女子ゴルフとか、うん、あ、なるほどね、やっぱ韓国強いですからね、うん、はい、そうだよな、はい、もう いくつもそのバッティングしてる種目あるんで、うん、あの、それから週刊ポストではですね、はい、例の今あの文春から翻訳が出て大別させるなってるあの反日種族主義、はい、反日種族主義のイ・ヨンフンさん、はい、それから洛西大経済研究所、そのスタッフがみんな分担して書いてるわけですけど、はい、 そうですね、そこに対するさ、はい、もうなんかもうバッシングっていうかさ韓国ではね、韓国では嫌がらせが、嫌がらせが大変、はい、というかまあその前に、これはもう前のことですけど、電話で塩酸をばらまくぞと脅かされたりですね、うん、それから、極右組織とイ・ヨンフンさんの写真を重ねて燃やしたり、例の、うん、燃やすやつです、そうですね、安倍総理の写真燃やすやつ、よく燃やしますよね、よく燃やすの得意ですから、あれをパフォーマンスをやってですね、はい、それからその、四分研究所の正門前に汚物を撒き散らした男が住居侵入と器物損壊の疑いで書類送検されたとかね、いや、あの、中国と韓国は得意なんですよね、汚物を汚物を撒くっていういや、なん日本人は絶対やらないですよね、やらないですよ、やっぱもう汚物持って歩く段階で自分負けだと思いますもん相手にこれを渡す前に自分がこれを持ってる段階で負けだなって思うと思うんですけど、やっぱそれ得意ですよね、出版後名誉を傷つけられたという元慰安婦9名がパク教授を告訴、うん、民事裁判で慰安婦9名に対して各1000万ウォンずつ支払う判決が下された、はい、刑事裁判では一審で無罪を勝ち取ったものの二審では逆転有罪で罰金刑を言わされた、はい、とんでもないねこれね、あ、これはその例のパク・ヨハさん の話ですけど、帝国の慰安婦っていうね、慰安、はい、ね、婦についての、はい、まあ、これ非常にあの優れた本なんですけど、うん、これについてですね告訴されて負けちゃってるんだよね、しかもですね、この反日種族主義に対抗して10月にはですね、うん、東国大学のファン・テヨン教授が日程種族主義のある書籍を出したと、うん、アホやな、もうとんでもないことです、この反日種族主義はね、はい、あのぜひ読んでいただきたい、そうですね、まあ、他社からの本だからあれだけど、はい、これはなかなか面白いですよ、特にイ・ヨンフンさんはね、はい、もう最初からね、韓国は嘘つき民族だと、そうです、嘘ばっかりだということをね、ずらずら実例を挙げて書いてます、はい、これぜひ、それでその慰安婦の問題なんかもね、うん、本当に公平にね、はい、あの今までまあ日本側が主張してきたようなことですけど、はい、書いてまして、これは一読していただきたいですね、ぜひ、そうですね、はい、だから論証拠がなく、うん、論理的でもない、うん、昔からのまじないみたいな信仰を考えてる、まあ言って種族って書いてますけど、うん、まあ、部族ですよねあの、まあ、要は未開の部族みたいなもんが残ってるよって、うん、まあ、種族って言葉で表現してますけど、うん、要するにその論理的に証拠を集めて、うん、あの進歩していくっていうことができない人たちの、はい、が韓国なんですよという、うん、その部族ですよと、うん、種族って言ってるけど、まあ、同じですよ ね、 そうね、はい、意味合い的には、うん、そういうことになっちゃってますよという、うん、左橋のキムタク、はい、初めてもらいした国はもう戻ってこられない、これなんかは全然別にどうでもいいんだよしかも大した話書いてないんだよ、そうですね、唯一驚いたのは、まあ、キムタクのその、映画は主演映画検察官の在任に続き今年1月に公開されたマスカレードホテルが大ヒットして50億円近い収入、当たってたんですね、当たったんだね、よかったな、僕はキムタク好きだからね、僕はいいんですけど、よかったと思いますけど映画見てないじゃないですか映画見てない、いや映画見るほどやってんだよ日本だから、日本の映画本当ですか、しか見ることじゃないんだけどでそれテレビドラマも非常に当たってさみたいですね、視聴率の帝王と言われてると、はい、グランメゾン東京っていうね TBS 系の番組はですね、はい、毎回これ、そうだ、毎回豪華なフランス料理が話題を呼び、第1話の放送はラグビー WBC の影響を受けながらも 12.4% と大健闘、その後も11日から 13% 台で堅調に推移している、とにかく今あのキムタクはですね、はい、ドラマの帝王って言われてるっていうんだから、はい、まあいいことなんですけど、はい、で今度はソロデビューしたと、そうですね、稲葉、ビーズの稲葉のですね、はい、曲でですね、
歌ってるっていうんですけどね、うん、だけどこれもさまあいや僕はあのキムタク好きだから、はい、あのちょっとそうかと思いましたけど、はい、別にそんなにさ、うん、左柱に週刊文春が左柱にするような話じゃないコラムぐらいでいい話だと思いますよね、はいはい、でもやっぱりジャニーズファンは買うからやってるんでしょうね、うん、そうか、はい。